早速ですが、これらの道具を使います。まず一番初めに、この1枚の五円玉を一番奥側の輪ゴムに挟みます。そして見てみると、同じように裏側も五円玉が現れます。では今度はこの五円玉を真ん中に移動させましょう。そうすると、この五円玉は同じように裏も真ん中に移動してしまいます。では今度は3回目、この五円玉を手前側にすると、またもや同じように一番手前側に五円玉が移動していきます。では今度は2枚に増やしましょう。そうするとどうなるか、そう見てみると、そう増えてしまうんです。じゃあここで問題です。五円玉足す五円玉はいくらですか？そう、10円です。裏も10円に。